여러분안녕하세요산시トラベルサービスのトンガラ王子です。本日も平日毎日ライブ配信ご視聴ありがとうございます。今日は19回目、今日のテーマはじゃん、はい、全裸弾道のクレ軍をご紹介します。本日もよろしくお願いします。まずは場所の確認を行います。場所は本日全裸弾道こちらのエリアになります。こちらの中のクレはここ、はい、こちらです。こちらが本日のご紹介するクレです。場所はですね、チリ山のふもとに位置していて、すぐ北が、全羅北道の南門市、東は、慶尚南道のハドン郡に接しています。で、山州の群産地としても、よく知られているかなというふうに思います。そして本日のおすすめスポット、まずはこちらファオンサです。チリ山のふもとにあるお寺で、544年に延喜祖師、韓国語では延喜調査と言いますが、によって創建されたと言われていて、お寺の名前は、華厳教の最初の2文字を取ってファオンサという名前がついたとされています。文禄慶長の役の時に全焼しましたが、1630年から36年にかけて、チョガンソンサによっていくつかの建物が再建され、その後1702年にケパソンサによって、キョガンジョンが刊行されて今に至ってます。キョガンジョンというのはこちらの建物のことを言います。はい。で、4つの国宝をはじめ多くの文化財があるお寺として有名です。で、特に興味深いのがこちらなんですが、あ、こっちの方です、こちらです。はい。佐志市山荘石塔です。で、こちらはですね、この下の部分ちょっとあまり見えませんが、こちらの部分に、天神像が際立つように彫られていて、楽器や花を持って踊りながら踊っている姿が描かれています。で、ちょっとそれを見るとこんな感じ、ちょっと見えますか、こんな感じです。はい。そしてこの上の部分、ここがまた面白いんですが、この上の部分はオスメスの4匹の獅子が、この獅子を柱にした構造をしてますね。はい。で、この獅子たちに囲まれてこの真ん中に立っていらっしゃるのが合唱している僧侶像があるんですが、これはですね、お寺を創建した延喜祖師、延喜調査のお母さんだと言われています。で、面白いのが、今こっちにも石塔が見えると思うんですが、向かい合ってるんですね、お互い。こちらにも僧侶がいらして、こちらはお母さんがいらっしゃると思うんですけど、その向かい合っていて、こちらはですね、こちらはこの母に供養するお茶を持っている延喜調査の姿なんだそうです。はい。で、母に対する孝行を表現したものだになっているんだそうです。ちょっと見ると、こちらがお母さんで、こちらが息子っていうことですね。こうやって向かい合っているんだそうです。はい。うん、面白いですよね。そして他にもこのお寺には文化財がありますが、その一つ、先ほどもちょっとご紹介しましたが、国宝第67号に指定されている巨岩城です。こちらも、こちらの建物ですね。はい。こちらは現存する木造建築物としては韓国最大規模で、その外観が壮大だと有名です。はい。そしてもう一つ、はい、こちらは国宝12号に指定されているチョガンジョンの前に建てられている石灯籠です。で、高さは 6.3 メートル、直径 2.8 メートルもある韓国最大の規模の石灯籠なんですが、860年から873年の間に建てられたと推定されています。統一新羅時代の仏教中後期のきらびやかな彫刻芸術を見せる、
作品だと称されているそうです。はい、かなり大きいですね。はい、で今日はお寺の話ばっかなんですが、もう一つ素敵なお寺が呉にあるのでご紹介します。こちら、チョヌンサです。こちらは統一新羅時代に創建されたお寺で、もともとはですね828年に創建された時は、境内に梅雨のように冷たく澄んだ泉が湧いてくることから甘露寺と呼ばれていたそうです。でこの泉の水を飲むと心が洗われるということで多くの僧侶が訪れたお寺だったそうです。ところが文禄慶長の役で、お寺が燃えてしまい、その後改築した時にここから、大きな蛇がこの泉から現れて、それを捕まえて殺したところ、泉の水が出なくなったんだそうです。それで泉が隠れたお寺ということでこのお寺の名前に変えたそうなんですが、その後ですね何度も火災に見舞われるようになり、蛇を殺したせいだと恐れられるようになったそうです。でその知らせを聞いた、朝鮮四大名室の一人であるイーガンサがこのお寺にチリサン、チョヌンサという文字を水が流れるような書体で書いて門にかけたところ、火事が起こらなくなったと言われています。でちょっとそのこれが水が流れるように書いたと言われるものなんですが、はい、そういった由来がとっても面白いお寺が呉にはたくさんありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、それでは本日も今日でここで終わりにしますが、最後に明日ですね、ついに訪れました3月4日三線の日ということで弊社の、ライブ配信を開催します。19時に YouTube にて行いますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。素敵なプレゼントもご用意してますので、ぜひぜひご参加ください。それでは本日も、ご視聴ありがとうございました。明日も12時に行いますので、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。